皆さんこんにちは。さあ今日はですね、こちらうちのチャンネルでもね、最近、一押しのジンバル、DJI の RS3 ミニなんですが、これの初心者解説ということで、ジンバルの一番基本的となるね、この三軸の調整っていうところを、解説していこうかと思います。というのもですね、このジンバルの使い方ですね、この調節の仕方とか、動かし方っていうのに関して、ちょっとよくわからないから教えてほしいっていうコメントたくさんいただきました。このね、 RS3 から初めてジンバルね買う方も結構多いみたいなので、今日はねそういった方向けに、三軸の調節に関してやっていきます。またこのソフトウェアの使い方とかこの操作方法に関してはまた数回に分けて動画作っていきますので、またね見てくれると嬉しいです。それじゃあ早速やっていきましょうか。まずはですね、こう箱から出した状態でこのミニ三脚をつけて、平らな地面の上に置いてください。できればこう机の上とかでやってくれるといいんですけども、じゃあ次に三軸のロック、これですね、ロックがまずここに1個ありまして、このロール軸っていうね、このロック、これを解除します。で、次に、この頭の部分、ここにですね、ちょっと見づらいかもしれませんが、ここにボッチがついてて、これもロックなんですよね。このロックを解除すると、チルトっていうカメラの上下の方向に動かすための軸が解除されます。で、最後に付け根の部分、この付け根の部分にも、ボッチがついてまして、これをグッと、よいしょ。上に上げますとロックが解除されて三軸が動くことを確認してみてください。横方向に動くパン軸、縦方向に動くチルト軸、斜め方向に動くロール軸、この三軸が動くことをチェックしたら、次にですね、こんな風に手でちょっと持ちまして、再度3つの軸をロックしてあげてください。そうすると調節がとてもやりやすいです。このような形にしてください。はい。で、次に皆さんお使いのカメラに、このねプレートをつけていくんですが、このプレートはこのジンバルに鉄くっついている状態だと思います。で、このプレートの外し方なんですが、本体側面にこの横にレバーがついていまして、このレバーを横にガチャッと倒すとこのプレートがロックされます。で、ロックを解除しただけではプレートを外すことができません。プレートをロックして、さらに横にここにスイッチ、この銀色のスイッチ見えるでしょうか、このスイッチを押しながら外すとプレートを外すことができます。ちょっとここややこしいですよね。ロックとスイッチと2段階のスイッチになっていますので、これでチェックしてみてください。で、今回ですね、載せるカメラとレンズはね、こんな感じの一眼のカメラになります。α7-4 っていうカメラと、このね、SEL1635G っていうレンズになります。非常にこうジンバル向けの、レンズになってますね。で、カメラにこのプレートをつけるんですが、この付属のプレート、こちらですね、これもちょっとわかりづらいかもしれませんが、ちょっとこうね、斜めにカットされてると言いますか、こう土台みたいなのがあるんですよね、上の方に。この土台を、この、カメラのボディのこの部分、この部分に合わせてネジを回し込んでください。くるくるっと回して、こんな風にカチャッとこの、プレートがしっかりと、つくことを確認してください。これは斜めになったりするとちょっとバランス取るときにおかしくなったりするんで、ちゃんと、このプレートがこのカメラに対してしっかりと、このね、まっすぐくっついてることを確認してみてください。はい。で、乗せましたら、さっきとは逆の手順で、今度は、こちら、このね、土台のロックが解除されていることを確認してください。このね、銀色のレバーが前の方についているとロックされてしまっているので、このね、プレートを入れることができません。必ずこの横のプレート、ここのね、ロックが解除されていることを、確認してみてください。で、その確認が終わったら、今度この土台に、プレートとカメラを滑り込ませて、必ず一番奥まで入れてください。これが手前とかになってしまうとちょっとバランス取るのが難しくなったり、あと最悪こうロックが解除されてカメラが落っこちたりするんで、必ずカメラは一番奥まで差し込んで、でその後ロックをかけてください。でちょっと手で動かしてみて、しっかりロックができていることを確認してください。では次に三軸の調整やっていくんですが、その前に1点だけ、必ずここのレンズキャップ、これは外した状態でバランスを取ってください。これがついた状態でバランスを取ってしまうと、これを取って電源を入れるとここがなくなった分、前の重心が軽くなってしまうので再度調節する必要があります。なのでジンバルをね調節する際には必ずこのレンズキャップを外した状態でやってください。で、カメラのモニターも同様ですね。こんな風に横に開けた状態で使いたい人は必ず開けた状態でバランスを取っていきましょう。今回ちょっと開けた状態でやっ
やっていきましょうか。さあ、ここからですね、いよいよ三軸調節していくんですが、まあ、どっから調節してもいいんですが、一番わかりやすいところから、ね、このロール軸、カメラの斜めのこの軸ですね。このロールの斜めの軸から調節していきましょう。まずロックを解除すると、大半の場合どっちかにこうガクンと傾いてしまうので、逆の方向によいしょカメラを動かして水平を取る必要があります。で、水平を取る際なんですが、この銀色のレバー、このロール軸ってところのこの、ね、軸のこのレバーをグッと跳ね上げて、これを解除して動かしてあげます。動かしてあげて、はい、こんな感じで水平になるようにしてください。行き過ぎると今度逆方向にガクンっていってしまうので、今度はよいしょ奥の方に押し込んで、カメラが水平になるようにしてください。ちなみにこの三軸の調節するときは、他の軸はロックした方がやりやすいです。このチルトも今パンも動きません。このロールしか動きません。はい、バランスがなんとか取れましたね。はい、バランスが取れたので、こうロックしてあげましょう。で、ここをロックしたら、再度このロール軸そのものも一緒にロックしてあげてください。そうすると次の軸の調節がやりやすいです。で、次なんですが、カメラの上下ですね、このチルトの軸を調節していきましょう。ロックを解除すると、多分こんな風にカメラがブラーンと下の方に行ってしまうので、まずはこのカメラのレンズが真上に向くようにしましょう。真上に向かせるためには、今度はこのカメラの前の部分、ここの部分にですね、はい、カメラが乗っているこの部分にレバーがありますから、このレバーをグッと下げてロックを解除してあげてください。そうすると、この部分、この上下のこの部分が動きますので、カメラが真上を向くようにしてください。こんな風になってしまうとちょっと行き過ぎですよね。もうちょっと下げてあげましょう。あ、いい感じですね。もうちょっと下げて、うん、はい、こんな感じですね。で、こういう風に真上が向きましたら、サイドロックをかけてあげてください。はい、カメラが上を向くことができたんですが、前の方向に傾けるとブラーンとなってしまいます。これではちょっとねダメです。次はですね、カメラの前後ですね、こっちの前後バランスを取ってあげる必要があります。前後バランスを取るときには、ここのカメラの側面についている銀のレバーをグッと押し上げて、ここをカメラで手に持ちながら、こういうふうにカメラの後ろと前を調節して、ちょうどカメラが正面を向くように調節してください。ここの調節がですね、何気に難しいんですよ。ちょっと僕のね、このジンバルの個体差なのか、少し動きが渋いんですよね。グッと押すと前に行き過ぎてしまったり、逆に、ちょっとね後ろに行き過ぎてしまったりするので、ちょうどいい塩梅っていうのはなかなか難しいです。ちょっと下がっちゃいましたね。で、今度下げると、あ、ちょうどいいくらいですかね。はい、まあ大体でいいです。あんまりこの辺ギチギチにやってもなかなか難しいので、大体正面を向くくらいであれば問題はありません。ここが本当にね、多分このジンバルで一番難しい調節になると思います。まあこんなもんでいいですかね。はい、上の方にも向きますし、一応正面の方にも、はい、向きます。んちょっと一応はい、こんなもんですかね。で、再度前の方もロックをしまして、三軸全部ロックされたのを確認してください。じゃあ最後、このパン軸っていうこの横の部分、このねカメラのこの左右の動き、この部分の調節もやっていきます。で、パン軸のロックを解除しまして、これが動くことを確認してください。はい、動きますね。で、動いたことを確認しましたら、今度はカメラとジンバルをこう横に持ちまして、こんな感じで手を離してください。そうするとブラーンとこのカメラとジンバルが下の方向に向いちゃいましたよね。これはバランスが取れていません。なので、ここさっきのねロックの逆側に、ここにも銀色のレバーがついてるんで、このレバーを解除してカメラを後ろに下げてください。ぐーっと下げて下げて、まあ、ある程度下げたら再度ここのねロックをかけて、もう一度カメラとジンバルをこう横に持って手を離してください。そうすると今度は下の方向に行っちゃいましたね。さっきまでは手を離すとこっちの方向に行ってたのに、今度は逆の方向に行ってしまいました。これもこれでバランスが取れていません。そうなると今度は逆方向にカメラを前の方に動かして、ちょうどいいところを探してください。まだ横のに下がりますね。もう一度ちょっとだけ、ほんのちょっとずつね動かしながら手を離して、あ、カメラと、はい、ジンバルがこう一直線に水平になるようにしてください。これで完璧ですね、パン軸は。はい、ということで、ロール軸も、いいですね。
で、パンジクも、まあまあ、いいでしょう。うん。で、はい、ここも、うん。全部の軸が、バッチリバランスがね、取れました。はい、ということで、これで一通りで、ね、三軸のバランスを取りましたが、どうだったでしょうか。ジンバルってなかなかね、この軸の調節が結構ややこしくて、最初のうちは結構ね、戸惑うかもしれませんが、慣れてくるとね、この3つの軸パッとロックかけて、もうパパパッと3軸ロック、解除して、こう、調節してできるようになってくるので、何回もやっていくと慣れていきます。はい。で、全部の軸の、ロックを解除しまして、バランスを取れることを確認しましたら、本体側面のここの電源ボタン、これを押して電源をね、入れてあげてください。はい。そうすると、電源が入ります。で、電源が入ったらもしかしたらその乗せてるカメラとかによっては突然このジンバルがブーンって振動するかもしれません。これ故障してるわけではありません、これパワーがちょっと強すぎる可能性があるので、カメラを乗せてジンバルの調節が終わったら今度はモーターの調節もやっていきましょう。モーターの調節はとっても簡単です。この画面の左上にこのジンバルがこう振動しているようなマークがあると思うんですが、これを1回タップしてあげてください。で、これをタップしますと、はい、こちらキャリブレーションを開始っていうね、この画面が出てくると思います。で、このキャリブレーションを行うことによってこの3軸のモーターのパワーを、まあ、適切に調節してくれるんですが、これをやるときには必ずこういうね、平たい地面の上とか、あとはこういうテーブルの上に置いて、キャリブレーション中はこのね、カメラに触れないでください。これ触れてしまうとまたモーターのパワーがおかしくなってしまうので、これが行っている間は一切手を触れずに、待ってみましょうか。カタ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 動いていますけども、これで今ね、モーターのパワーを最適に、調節しています。で、ゴーって音が鳴ったら、はい、100% になって、キャリブレーションが完了しました。はい、これでもうジンバルを使うことが、できます。ちなみにですね、バランスが取れてるかどうかは、この画面のね、この左というか、こっち右か、右上の方に緑のアイコンが出てると思うんですが、この緑のアイコンが出てるうちは、バランスが取れているということです。ここね、カメラのっていうかジンバルのマークこれタップしますと、はい、チルとパンロールってこの3つの軸の今の状態が分かります。もしこれが変な方向に行ってると、これ分かります。今ロール軸にちょっと手かけたんですけど、ロール軸がおかしくなるとこんな風になってしまいますし、逆にバランスが取れてないとこんな風に逆方向にね、力がかかると、はい、赤くなってしまいます。はい、今これね、ちょっとこのチルと軸触ってますけども、はい、こんな風にバランスが取れていないとちょっと警告が出たりもしますので、この画面を見ながらね、バランスを取ってみるのも、ありじゃないかなと思います。僕はあまりこれ見ないですけども、はい、ということですね、まずはこういうね、ミラーレスカメラとかで、3軸のバランスを取ってみました。次はですね、縦撮りですね。一応この、ジンバル縦方向の撮影にもね、対応していまして、縦方向で、カメラをね、つけるときにはちょっと一手間あります。まずはですね、よいしょ、一回このモニター閉じまして3軸全部、ロックします。はい、電源も切った方がいいですね。はい、全部の軸をロックしまして、ここの底面の方に赤いレバーがあるの分かります。このレバーを倒すとここが動きます。この底面のこの部分、はい、この底面の部分が動くことを確認したら、これを引き抜いてください。引き抜く際はこの後ろの方にですね、ここにも、ボタンがあるのが分かるでしょうか。このボタンを押しながら引き抜くと、よいしょ、ロックが解除されて外すことができます。はい、外れました。で、次にこのプレートも外しましょう。このプレートを外す際はこのチルト軸のここのね、調節レバーを解除しまして、これを一番下まで下げます。一番下まで下げてもここにロックがかかるんですが、このね、一番後ろのここ分かりづらいかもしれないですが、ここにボッチがあるんですよ。このボッチを引っ張りながら外すと、はい、プレートをそのまま外すことができます。で、次にですね、さっき外したこのカメラと、プレートがついていることを確認してください。で、次にここの本棚の横、ここにもレールがあるんですよね。さっき外した部分ですけども、ここにレールがあることを確認したら、ここの底面のここのね、書き切りの部分、このレールにここのレールを合わせてグッと押し込んであげると、はい、ロックがかかります。あとはさっきと同じく三軸の調節をしてあげてください。これもですね、やっぱ縦取りでバランスが変わってしまったので、再度、調節する必要があります。で、上のさっきのチルドのこの上の部分はこの赤いレバーですね。ここの赤いレバーを外して、上のカメラが上方向に向くように調節していきましょう。ちょっとこれはね、さっきと手順が違いますね。
はい、上に向いたらこの赤いレバーをグッと奥に倒してロックをかけてあげます。前後はもうバランスが取れてますね。で、ロール軸も当然思いっきり変わってしまったので、ここのロール軸のロックを解除して逆方向に動かして水平になるようにしてください。こんなもんでかな。はい、水平になりましたね。で、3軸のロックもう一回かけて、最後このパンですね、これも手を離すとちょっとだけまたバランスが変わったので、はい、再度調節してあげてください。ちょっと行き過ぎましたね。よっと、これでいいかな。はい、また3軸の調節が終わりましたので、3つの軸のロックを解除してあげて電源入れてください。これもしね、ロックしたまま電源入れても、あ、まあ一応セキュリティというかね、セーフティーが働いて一応モーター止まるんですけども、これね、止めてしまったりすると当然モーターにめっちゃ負荷かかるんで、それはねやめてください。稼働中は絶対このロックはねかけないであげてください。で、はい、起動が完了しましたら、再度さっきと同じくキャリブレーションを開始して、またキャリブレーションがね完了するまで、待ちましょう。さあ、キャリブレーションも終わったので、これでね、はい、心置きなく縦撮り動画を撮ることができます。もう最近はね、TikTok とかね、YouTube とかも縦撮りがすごく多くなっているので、こういった需要も、結構高いんではないでしょうか。で、キャリブレーションに関してなんですが、一回やってしまえば、例えば、こんな感じにカメラを外したとしても、再度乗せた時にはキャリブレーションは必要ありません。はい、この全く同じ構成であれば、そのまま電源を入れて再度使うことができます。ただ、ちょっとレンズ変えたいとか、あとここにね、ちょっとフィルターつけたとか、なんかいろいろガチャガチャつけた場合には、再度キャリブレーションをして、このモーターのパワーを再調整してあげてください。で、もしバランスが思い切り変わるようでしたら、再度バランス調節もする必要があります。まあ、あんまりね、推奨はされないんですけども、例えば、さっきこのレンズフィルターって言ったじゃないですか。例えばこのレンズフィルターをつけたとしても、一応ね、このパワーのこの調節もこれ見てみると、一応まあバランスが取れてる範囲ではあるんですよ。この緑の範囲のうちであれば、このねジンバル結構パワーがありますので、ある程度はなんとかなったりします。でもできればこういったものをつけたり外したりするときには、その都度バランス調節はした方がいいと思います。まあ、あくまで推奨なんで、まあ、別にやんなくてもいいかなっていうところはあるんですけども、できればやった方がいいですね。まあ、もしそれで故障とかしたとしても、あくまで自己責任になってしまうので、そこはね注意してあげてください。はい、ということでですね、このミラーレスカメラ、一眼カメラですねの調節に関してはこんなもんでいいですかね。次はスマートフォンについてちょっと話していきます。で、この RS3 ミニなんですが、最大2キロまでの機材を乗せることができますが、最小は 400g までしか乗せることができません。ただ、400g と言ってもそれ以下だったとしても、僕の経験上ではね、搭載してそのまま使うことができました。なので、スマートフォンのような軽い機材でも乗ることは乗ります。その場合なんですが、こんな風にスマートフォンのホルダーを別途用意してもらって、さっきのこのカメラについてたプレート、これをこのスマホホルダーに装着してあげます。で、もちろんこれね、スマートフォンが乗りますっていうふうにメーカーでは公式に言ってないので、もちろんこれは自己責任になってしまうので、まあ、そこはねちょっと、注意してください。で、さっきと同じようにこのプレートを奥まで差し込んで固定するんですが、この上にさらにスマートフォンを乗っけていきます。で、スマホに関してなんですが、サイズとかによってはもしかしたらこの横に干渉する場合があります。その場合はここの赤いレバーを、さっきね説明したこの赤いレバーを、解除して、これで横のね干渉しない位置まで持ってってあげてください。まあ、今回ちっちゃいスマホなんでそこまで干渉はしません。で、あとは3軸調節していくんですが、このような大きいカメラと違って前後ってものがほとんどスマホないんですよね。こういう薄っぺらい板なので、そもそも前後ってものがほとんどありません。なので、チルトに関しては一番前までこういうふうに持ってってあげてください。もう一番前に行かないよっていうところまで前に行ったらロックをかけてあげて、次にロックを解除して、このスマホが真上を向くように調節しましょう。はい、ちょっと上げれば、多分ね、ちょっと上げるだけでもう全然真上向いてくれると思うんですよね。あ、もういいですね。はい、はい、上に向きましたけども前に向くことはありません。これね、一番前に持ってってもこれ以上、はい、前の方にねこの調節することができないので、もうこれはこのまんまで、構いません。で、次にロール軸なんですが、これもですね、もうちょっとやるだけで多分スマホは全然いいんで、はい、いいですね。で、最後にこのパン軸も同じく調節してあげますと、はい、だいぶ倒れてくるんで、
思いっきり重心が変わってますね。この辺も慣れてくるともう本当にものの数分でできるようになるので、こんなもんでかな。ちょっとか、あとちょっと動かして、うん、まあこんなもんでしょう。はい、これで三軸の調節が終わりました。もうこのね、カメラが上に向いてしまうのは仕方ないので、このままにしておきます。で、電源を入れますと、これわかります？今ガガガガって動きましたよね。ちょっとこれパワーがね強すぎる証拠です。なのでこのキャリブレーションを開始して、モーターのパワーをね最適に保ってください。まあ多分ですね、問題なくキャリブレーションは、できると思います。で、もちろんさっきも言いましたけど、スマートフォンはね、対応の機種には入っていないので、これは自己責任になってしまいます。まあただスマートフォンも搭載することは一応ね僕の環境ではできました。はい、全部、このチルト軸もね、すべての軸がこう緑の色に、なっているので、はい、問題なくね運用できます。で、電源ボタン短く押しますとスリープになるんですが、この上とかにもしマイクとか つけていたりすると、これはガンってぶつかったりする可能性もあるので、まあちょっとこう手を添えながら、スリープにしてあげると比較的ね安全に、戻すことができますといった感じで、スマートフォンもね、無事搭載ができました。じゃあ最後、アクションカムはどうなのかってところもやっていきます。まあ、なかなかねこのクラスのジンバルでアクションカムを乗せる人いないと思うんですけども、一応これもね解説していきます。はい、今回乗せるアクションカムはこの GoPro Hero 11なんですが、この GoPro Hero 11単体だったらあまりにも軽すぎてバランスが取れましたが、モーターのパワー調節ができませんでした。そこでこれ過去に紹介しましたけども、このスモールリーグのケージ、これに、GoPro を入れてあげることによってギリギリ 300g くらいになったんで、なんとかこれであれば、モーターのねパワー調節ができました。なのでもしアクションカムを乗っけたいっていう方がいましたら、アクションカム単体よりかもこういったサードパーティーのちょっと重りになるようなケージをね、一緒に買ってあげてください。これであれば、僕の環境ではね、バランス調節ができました。はい、あとは通常のカメラと同じく調節していきます。もうすごいね、ちっちゃいですけどもね、チルト軸とかね、かなり上の方に持っていかないとこう上に向いてくれません。はい、もう一番 上まで持っていきました。で、さっきと同じこのスマホと同じく前後なんですが、一番前にしてもこんな風になってしまうので、ちょっとこれ以上はね調節が効きません。もうこれが限界値なんで、ここで固定してあげてください。で、ロール軸もかなり内側まで、締めてあげないと多分水平にならないでしょう。うん、こんなもんでいいかな。はい、で最後、このパン軸は、パン軸はこのままでいいですね。はい、ということで3軸のロックを解除しまして、再度電源入れます。おそらく相当パワーがね、低くしないとジンバルがブーって震えてしまうので、急いでキャリブレーションを開始して、モーターのパワーを適切に保ってあげてください。はい、といった感じでですね、ミラーレスカメラ、スマートフォン、アクションカムとね乗っけてきましたが、どうだったでしょうか。一応こんな風にですね、様々な撮影機材、この RS3 ミニであれば、搭載することができるので、まあ、皆さんのねお使いの、環境とかに合わせてこう最適な、ジンバルセッティングをね見つけてみてください。はい、ということで今回はだいぶ長々となってしまいましたけども、このね、ジンバルのこの基本的なこう三軸の調節に関して解説してみました。これからもですね、この RSC3 ミニを使ったこの初心者解説やっていきますので、また見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かも参考になれれば幸いです。で、今後もですね、こういった動画どんどん作っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。